はい。えー、政治家とはね、国民の代表でございます。私たちの思いを届けてくださる方だと思います。そして私たちの思いを実現してくださる方だと思います。まあ、間違ってもね、買収されてくださいとか、買収してくださいなんてお願いしたいはしません。もうお金の圧力に屈せず、自らを律していく方を私たちは選んだと思います。で、今ね、ご覧いただいているのが、今回の河合安里、河合克行の 買収事件に直接関わった悪い人たちですね。現金を受け取った13人。しかもその現金っていうのがね、何百万とか何千万ならわかりますよ。人の心は動くでしょう。なんかね、10万とか20万とかで安々と買収に応じてるんですよ。で、バレたらなんかわけのわかんない言い訳してね、だんまりも決め込んでる人もいますしね。で、涼しい顔してまたね、政治家やってるんですよ。市議をやってるんですよ。 どうなんですかね買収に応じた人が、ごめんなさい、もう言わずにできるんですかねあの、こう13人の方いますけども、奥さんやお子さんいらっしゃるんじゃないですか奥さんやお子さんも許してるんですかこれを。まずね、離婚してください。もう、そのぐらいのことをしてビビらせないと、結局この人たちはまたやりますよ。ね。で、そういうことをする人たちですから、多分、いろんな場面で人を騙しますね。 うんまあ、そういうふうに取るしかないですよね。だって自分の罪悪をご存知なわけですよ。でも、結局は同じその道にいるわけでしょ。医災教育めた方もいらっしゃいますけども、それでも許されることではないんじゃないかなと思います。で、司法の判断を待つとか言ってますけども、自分の罪ぐらい自分であがないのかなと思っちゃいますね。 まあ、あのー、広島は買収王国になり下がって、で、この13人の行動が広島市民、広島県民の代表する意思だと思われて非常に迷惑ですね。なんかね、これほど広島にいることを恥と思ったことはないですね。なんで俺は広島なんかで暮らしたんだろうと。本当にね、恥ずかしいですね。もう晒し者ですよ。こういう勝手な人たちがいるおかげで。 どうしてくれるんだと思いますよね。いや本当にね、私たちはね、この街に、この国に住んでいていいんでしょうかこんな人たちがいる中で。ノーノーとやってるわけですよ。ね、選挙カー回る頃は、なんか涼しい顔してね、自分たちこそが正義みたいなことを言ってますけども、結局このありさまですよ。うん。何なんですかね。 こういう人たちをね、私はね、広島から国からこの日本から追放しろとまで言いませんけども、うん、これだったらね、共産党が支配しても同じですよ。こんなことでは。うん、まあ、この子本ほんとね、テレビで晒されて、街歩けんぞと思いますよ。記憶正しく立派なことをするのが当たり前ですからね。うん、本当になんかこの、件県っていうのは、私ね、 多少付き合いがあった方もいる分だけ、腹の中ではそんなことを考えてたのか、この野郎とか思いますよね。うん、いや、本当これはね、ビジネスで詐欺られたことよりも、あの、腹立たしいです。詐欺はね、詐欺を認識している人がやってますから、知恵の、うん、まあ、奪い合いっていうところもありますけども、これ権力ってのは、私たちにはもうどうすることもできないですからね。もう、事実、私たちはこういう報道を見ても何にもできないんですよ。で 昨日ですね、ま、広島の方で、なんか言い訳会やってましたけども、質疑なしですよ。ね、そこに傍聴に来た人とかね、私たちは代表を送り込んだ権利としてね、自分の一票を託した、その責任として、この人たちにいろんなことをね、聞く権利があるんですよ。その権利さえ私たちは剥奪されました。こういった13人の勝手な人たちのおかげで。も、ま、う、あ、繰り返しますけどね、 数百万、数千万受け取ったわけじゃないんですよ、この人たち。なんとびっくりですよ。10万とか20万で買収されてんの。そんな彼だったら俺がやるよ。俺がやるからそんな奴らから受け取んなと。河合克行とか受け取るな、みたいなね。思いますよね。で、ああいった法務大臣、ね、もう法務大臣の資格はないけども、当時は法務大臣だったらしいんですよ。結局はそういう人に言われたら、権力に媚びて、はいはいって買収に移るわけですね。 で、旗色が悪くなったらね、いや、私がやりましたとか言ってね、少しでも罪を軽くしようとするわけですよ。まあ、本当に。うん、この件はね、私は忘れないですよ。どれだけね、この、広島というところに、任境度を感じてね、うん、託していたのかってことはね、もうすべて打ちがかれた思いでございます。多分似たような、うん、感情を持ちの方も多いでしょう。悔しくてね、もう腹渡りに煮えくり返りますね。で、しかもね、 こういう不正をやってのけた、この13人だけじゃないです。こういう人たちに応援する人がいまだにいるんですよ。もうどこまで人、お人一人なんだと思いますよね、うん。そういう人たちもまとめてですよ。まとめて、ええー、もうね、なんと言いますかね。まあ言いませんけども。うんうんまあ、広島の辛い腰ですよね。この国の辛い腰。うん、もうテレビもね、これ毎日報道して、トラウマにして、 いただきたいですね。トラウマってのはね、なんか、いじめっ子のトラウマじゃなくてね、あ、こういうことがあっちゃいけないなっていうふうな、忘れられないような、本当に選挙に関しては記憶正しく嘘と。政治ってのは、うん、国民の代表でやってるんだから、恥ずかしいことはできないぞましてや、10万、20万では買収されねえぞみたいなね。どうせ買収されるんだったら、1000万、1億とか言わせてくださいよ。う気持ちがわからんでもないですよ、そのぐらいの金額だったら。まあ、はしたがりじゃないですか、もう。うん、情けない。うん まあね、自分で金を稼げない人たちだと思いますからね。うん、しょうがないのかなと思いますけども。いやー、ちょっとね、まだ怒りが収まらないですね。本当にね、私は国に対してはいろいろ言いたいことがあったんで言ってきましたけども、少なくとも地元の人は味方だと思いましたよ。敵はうちにあり、ね。同じ県民市民の中からこんな人たちが出るわけですから。あったわくるな。さよなら。 人間の行為の中で何が最も卑劣で恥知らずかそれは権力を持った人間や権力に媚びを売る人間が他人には愛国心や犠牲精神を強制して宇宙を平和にするためには帝国と無益な戦争を続けるより先にまずその死の寄生虫を駆除することから始めるべきではないでしょうか政治家とはそれほど偉いものかね私たちは社会の生産に何ら寄与しているわけではない 市民が納める税金を公正に、かつ効率よく再配分するという任務を託されて、それに従事しているだけの存在だよ。彼の言う通り、私たちは社会機構の規制中でしかないのさ。それが偉そうに見えるのは宣伝の結果としての錯覚に過ぎんよ。